はい、それでは、東日本大震災を契機とした災害廃棄物発生土砂への対応とこれからと題しまして、日本応用地質学会の廃棄物処分小委員会をやっております登坂が発表させていただきます。災害におきましては、生活空間が破壊され、大量の災害廃棄物が発生いたします。一般にその処理、処分には多大な時間と費用が必要となると、これは皆さんよくご存知のことかと思いますが、一般には廃棄物処分というのは裏方に、隠されて、隠れて、あまり皆さんの目に留まらないというところもございます。復旧事業と廃棄物処分は大体セットで行われて、復旧が最終的に行われるという形になると思います。廃棄物処分には仮置き場への搬入とか分別、焼却、リサイクル、最終処分といろいろなプロセスがあります。今日は廃棄物処分ということで、ちょっと絞った形でご説明を差し上げたいと思います。東日本大震災の場合をちょっと廃棄物の観点から見てみたいと思います。いわゆる海溝型の地震が起こりまして、地震自体の被害というよりは、むしろその30分後に第1波が到達した津波、これによる被害が非常に大きかったというのがこの大震災であります。広域に津波が侵入いたします。ここに今シミュレーションの状況が見えておりますけれども、沿岸部ではヘドロが巻き上がり、沿岸の都市の破壊と運搬と、そして農地の塩水化、それから津波廃棄物を落とすと、いうような作用が行われました。さらに津波は福島第一原発とか、放射能汚染を誘起したというのは、よくご存知のところと思います。これは仙台平野の例ですが、だいたい4キロほど入り込んで、当時の観測と一致したような計算結果が見えております。一般に東日本大震災は、いわゆる被害状況で語られることが多いと思いますが、下の方にあります廃棄物を見ていただきますと、だいたい災害廃棄物と呼ばれるものが2000万トン、災害発生度1100万トンで、農地の塩水化がこれ500平方キロにわた以上にわたって起こったと考えられております。さらにその後ですね、放射能汚染度の中間貯蔵というのが行われておりますが、これが1400万立方メーター、非常に膨大な量です。それから現在、福島第一原発の処理水がまだ貯蔵されて、いわゆる廃棄物の処理自体が終わってない段階にあるというふうに考えられます。廃棄物というのを非常に大きな目で見てみますと、まず我々の生活圏の中で、現地由来で発生する、いわゆる破壊物、建物等、そしてその周辺にある産業から流入するようなもの、農業とかあるいは鉱工業ですね、そこから流入するような各種の化学物質、さらにその外側といいますか、自然の舞台からやってくる土砂、あるいは流木等、さらに他の化学物質、こんなようなものがあります。これが多分全体形を表していると思います。東日本大震災の場合は、この右側の矢印の方から、海からそういうものがやってきたということになります。廃棄物に関してちょっと最近のですね、豪雨災害等をちょっと年表にしてみました。2011年東日本大震災ですが、その後2013、14、16、17、18、19、20と、立て続けに甚大な豪雨災害が起こっております。同時に熊本の地震でありますとか、胆振東部の地震も起こったと。で、2020年はコロナの災害みたいなものが起こっていると。この全体をですね、ちょっと傾向を見てみますと、ちょっとここに表にしてありますけれども、いわゆる災害廃棄物、これは現地由来の廃棄物、建物の損壊とか、そういうものですけれども、そこに流入土砂が入ってきていると。で、これも大量なんですね。特に2016、17、18、
この辺りのいわゆる西日本、九州から西日本の災害は非常に甚大な土砂災害を引き起こしました。ある表現によればですね、豪雨がいわゆる土砂の津波を引き起こしていると、山地の斜面にですね、土砂の災害を、津波を引き起こしているというような言い方もできるぐらいですね、極めて甚大な被害が出てきております。ちょっと被災地で映した九州北部の場合なんですが、例えば上の方に見られる写真は、これはいわゆる現地の建物被害等による廃棄物。それから下の方はですね、これは植林された杉が大量に流木となって出てきたと。さらに、ここにありますように、土砂が大量に出てきております。ある流域、赤谷川という呼ばれる流域では、ほとんど河川が、昔の形を残さないぐらいにですね、土砂で埋まってしまったというようなところもありました。これは西日本豪雨のちょっとまとめたものですが、時間がありませんので、簡単にいきますと、いわゆるこの災害形態、浸水、それから浸水土砂複合、土砂災害が主で、いわゆる廃棄物、現地の廃棄物と流入土砂、この量が随分違って、量比が違ってまいります。廃棄物は一般にいろいろな形で処理されていくわけですけども、水とか土砂が混じったような廃棄物というのは非常に手ごわいと言いますか、いわゆる焼却もしにくい、あるいはリサイクルもしにくい、十分に取り除かなきゃいけないということで非常に難しくなります。これらをいかに、うまく処理していくかというのは今後の課題になるかと思います。ちょっとここにですね、絵を作ったんですが、地震とか水土砂災害というのはいろいろな形で予測とか対策が取られております。で、ただこの若干裏方にありますけれども、災害廃棄物に関する予測対策、これはそれほど行われているとは申し上げられません。で、我々現在いわゆる委員会としてですね、やっておりますのは、いわゆる現地の廃棄物の予測と、それから自然系、産業系の流入廃棄物、こういうものをですね、どれほどある程度予測できて減量できるかというような話、それから現場で実際に処分するときの話と、いうようなことになります。それで、現在我々がやってる応用地質学的アプローチですけども、山地での土砂の発生量をいかに予測するか、それからどういうふうに、どこまで社会に影響を及ぼすかというような観点、それから、自然系産業系からの流入する化学物質ですね。これをどういうふうに評価し、環境影響を予測するかと。さらに、災害廃棄物の現場の処理、処分でありますけれども、仮置き場のいわゆる適地選定、これには地質学的な知識も必要になりますので、そういう話、それから土砂の実際の埋め立て等におきます力学的な検討とか地下水への影響、そういうような評価、さらに現在、その先を進めまして、資源循環論からのアプローチということで、さまざまな廃棄物をいかにうまく除去して、どこかに、貯蔵し、さらにそれをうまく処理して、リサイクル、あるいは、他の活用をするというような観点、そういう観点をですね、いろいろなこういう矢印等を考えながらですね、うまくいくようにしていきたいというような活動を現在やっております。以上で、まとめます。これ全部読む時間ありないと思いますので、災害廃棄物というのはですね、かなり裏方でいろいろ処理されますので、そういう意味では、ちょっと見えにくいところがありますが、非常に普及の最重要課題であることは確かであります。いわゆる行政の現場の方のですね、生々しい部分というのは、私の方ではお伝えできかね、できないわけですけれども、廃棄物について多少こう知っていただいて、意識の中にですね、ちょっと、ご記憶いただければ非常に幸いと思っております。ご清聴ありがとうございました。